ソフトウェア開発においてディストックとはコンピュータネットワーク上での分散コンピューティングを利用しソースコードのコンパイル速度を改善するツールである。適切な設定を行えばディストックはプロジェクトのコンパイル時間を劇的に低減することが可能となる。このツールは C 言語と連携するようにそして GCC をそのバックエンドとして使用するよう設計されている。 インテル C コンパイラーやサンマイクロシステムズのサンスタジオコンパイラースイートでの動作報告も上がっているが互換性があるとまでは言えない。ディストックはフリーソフトウェアであり GNU ゼネラルパブリックライセンスのもと配布される。ディストックは他のコンピュータの未使用プロセスを利用しコンパイル速度の向上を図るよう設計されている。ディストックがインストールされたマシンは ネットワーク経由でディストックドデーモンと互換性のあるコンパイラーをインストールしたコンピュータにソースコードを送信する。ディストックはコンパイラーエージェントとして機能する。ディストックドデーモンはネットワークに接続している各、マシン上で稼働させなければならない。もともと最初にディストックを走らせたマシンは減ったファイルを取り扱うためプリプロセッサを起動する。そして、 指令文並びにソースファイルをプリプロセスし、プリプロセスをかけたソースファイルを暗号化処理なしで、もしくは SSH を使用し、TCP ネットワーク経由で他のマシンに送信する。リモートマシンは受信したソースファイルを一切のローカル環境における依存性を排除した上で、オブジェクトファイルにコンパイルする。そして次々とオブジェクトファイルを送信元に送り返す。 ディストックのバージョン3ではポンプモードと呼ばれるモードをサポートしており、これはリモートマシンへのヘッダファイルの送信をサポートしており、これによりプリプロセス処理も分散化されている。ディストックには GTK で作成されたフロントエンドもついており、これを利用することでどのノードで何のソースコードがどのような処理を行っているかわかる。シンシークは 同一のソースコードを読み込んだ際にキャッシュされた出力結果を再利用することにより、コンパイル時間を低減することを狙った、もう一つのツールである。環境変数 c s e プ Prefix を使用して、すでにキャッシュされていない場合、c s e は、また分散コンパイルを実行するために、ディストックのバックエンドとしても利用可能である。ディストックは、a p p l の X コード開発スイートの 分散ビルド用のオプションである。インクレデビルドは MSVC-C コンパイラを利用する開発者向けの代替ソフトウェアである。ありがとうございます。